れは。今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ？ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか？あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願っとる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな。でも花火を見てる時のヨイミヤはまるで別人みたいだったな。ずーっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てる時は何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る、一種の儀式みたいなもんや。さっき、うちにとって花火は何かって聞いたやろ？ああ、船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって花火は結婚を記念するもの。そして圭介と作次郎にとって花火は、そうだそうだ、新年。うちにとっては、せやな。正直言うて考えたことあらへん。よう分からんわ。え？てっきりすごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんで、たまたまみんなと知りようて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は、将軍様が求める永遠から一ちゃんかけ離れとるもんや。せやけど、みんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら、花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り、長野原はあり続けなあかん。やないと、みんなをがっかりさせてまうやろ？うち、複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど。長野原家に生まれて、ぎょうさん綺麗な花火を作れて、ほんまに誇らしいや。